表した新料金プランでは、開発者が高品質の位置情報データやツールにアクセスしやすくなるデザインを採用。Google マップの新モデルと比較して開発者により優しく高い競争力を持つと評。ピアーテクノロジーズは英国の市場調査会社オバムの最新ランキングでピアーが Google を抜いて位置情報プラットフォームの世界1位に位置付けられたと発表した。オバムでは年2回位置情報プラットフォームインデックスマッピングナビゲーションレポートを発行している。最新号で位置情報プラットフォーム大手ベンダー14社を評価し、各社が提供しているマッピングやテクノロジー、開発者コミュニティ、業界における普及規模に応じて各社をランク付けした。ピアは複数の分野でハイスコアを獲得し、今回初めて全体ランキングで Google を上回って首位となった。レポートでは特に簡略化された新料金プランを含めたティアの開発者向けプログラムへの変更が評価された。